ここも無理せず下通らずまっすぐ行こうか。どっちでもいいけど。あそこででかい石くぐる。あの弁慶さん。いやここから行きますけど。結構かがむんですよここ。北斗岩当たってきました。ほら北斗岩当たってた。ここね。結構ねかがまなくちゃいけない。背のちびっこい私にもかがまなくちゃいけない。おっとっと。結構なんかウグイス鳴いてるね今日も。うん。そして腹が減るよ。スパゲティ超食いて。なぜか。スパゲティってまだある？そば。そばというか元というか。スパゲティってあるっけ家に。あるか。うん。家帰ったら食おうかなと思って。今日具材ねん、具材じゃねえや。メインがねえからさ。あ、違う違う違う。車で食うのにも。やら、もうカレーしかねえから。だからそっちが麺があるってわけじゃない。そうなんだよね。これ誰か住んでたの？いや、やめよやめよ。やめよ。そういうおバカさんがいるんですよ。本当に。なんだっけあそこの山。高尾山でもいたじゃん。1号路から3号路に、4号路だっけあれ。飛び移るおバカさん、おじいちゃんがねいて。いやおじいちゃんだってよ。おじいちゃんじゃ若いね。まあそれともいいんだけど。何や。あそこ何やってんだみたいな感じね感じで見られてね。あれはちょっとやっちゃいけないのつか。よく怒られなかったなって思ってた。っていうことを言うとさ、じゃあなんでお前怒んなかったのって言われるんだよね今のこっちで。関わりたくないかったよ。出た出た。まあ帰ろう帰ろう。はあ、よいしょよいしょ。欲を言えば白米だけでも欲しいな。そっかあのイオンで買えばいいのか白米。しかしイオンなのかあのおにぎりはなんであんな美味しくないんだろうか。ねっちょんねっちょんしてるやつ。あれ喉詰まらせるよな。まあ一回思うけど。そうでもない。詰まらせはするよ。ただあの水の分量は失敗したくないみたいな。そうそうそう。持ち食ってるんかいみたいな感じで。よしよし。ちなみに多分大体だけど3分の1は終わったと思う。あ、いいよ。誰もいねえだろ。もっと見たいのかい？いや、でも筑波さんいいよな、マジで。登ろうという気が最近ないけどね。一回登って降りたよね。やったよね。ですごい痛い目にあったんだよね。いや、まただそっから来るのがずっと遅いから登れないです。よいしょ。いいよ、もうこんなもんね。もう無理しない。これが早く行ってもね、通勤ラッシュで、うえってなるんですよ。昼だったからよかったけど、今日。特にあの、何食ってたっけ？この時はもうちょっと早くです。うん。いつもね、その、光景だけ。はいはい。あのルートから行くつもりだから。まあそうしよっか。うん、やっぱ嫌だ。やっぱ苔から行くと多分同じような感じだと思うんだけどな。感覚的に。なんとも言えないけどね。だってあそこが今度埼玉で回って帰るってことでしょ？うん、何これ。出港入、出港入り船。ふほほ。
おお、滑る子、なんでもないとこでも滑るな。まあね、よいしょ、超腹減る。登山って不思議だよね、なんでこんな腹減るんだろう。国割石、よいしょ、金運だって。どれだっけ、あ、これか、金運がアップする石だそうですよ。幸あれ幸あれ、成功。よいしょ、ここですね、見失うとこだった。キリちゃんって体力あるよね。いや、ないと思う。いや、あるよ、隠れた体力あって。ちょっとうん、ちょっとやらしいんだ、ここ。こう、あの、本当に膝とか気をつけてね。ダメージ食らうとめんどくせえよ、ここ。ああ。ふぅ。そういった意味では、足実はバランス力。ああ。あった道、やっぱそうだよね、やらかしたわ。まあやらかしてもないけど、まあいいや。ツツジですよ、ツツジガーカのツツジ、なるだけ踏まないようにして、ね、うん、これ右から行こう。はい、たたたた、腹減りすぎるとたこ焼き食いたくなるんだけど、なんでだろうか。たこ焼き、腹減りすぎるとたこ焼き、なんでかな。はい、行こう。うわー、滑りそう。よいしょ、ちょっと集中力が散漫になってる気がする。俺疲れかな、これも左の方がいいや。岩って怖いよな。え、岩って怖い。まあ、いつ滑るかも。こう掴んでね、ちゃんと。おお、よいしょ。全然鎖使うの恥じゃないんで使いましょう。おお、怖え。ほんとちょっと湿ってるね、怖え。これ尻餅ついていこうかな。ちょっと怖いね。よいしょ、ここから行こう。よいしょ、ツツジガオカだよ。750です。暑いな、めちゃくちゃ暑い。夏だこれ。逆に今の時間帯でよかったかもしれない。今日暑い、気をつけてね。滑るだろうと思ってた場所だったからいいんだけど、うん、これ予想しないで滑るのは一番きついよね。うわ、そこでかみたいな。これはどこから行こうかな。うーん、毎回これ迷うよね。俺下から下まで降りよ。これこっちでもいいんだけど、こっち行きます。よいしょ、ウルトラ腹減ったな。さっきから腹減ったしか言ってねえぞ俺。よっぽど腹減ってんだな俺。まあ、食ってく暇もなかったしなんて。ちょっと気をつけた方がいいかも。滑るそこは。ね。だいぶない。でなんか集中力が途切れてるなぜか。疲れかな。そのなんか適当に降りようって感じになってる。すごい良くないんだよねこういう時。すごい濃いので適当に足踏み外して滑って事故っちゃうって可能性が高いんで。よし、じゃあ行こう、こっちから行こう。ふぅ、よいしょ。ここなんか忘れちゃった、馬なんとかってことだった気がした。母のなんとかくぐり、あ、いや足りないくぐりか。ちょっと今回失礼します。
薬があってもいいと思うんだ。うん。うわ。稲盛神社、ここもちょっとスルーします。じゃあここから撮りますか。